4月4日11日放送分、関谷和夫のクローズアッププロジェクトのゲストはコーチングをされてらっしゃいます平野渉さんです。パチ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 、よろしくお願いします。お願いします。コーチングって関谷さん、うん、ね、聞いたことあるんですけれども、聞いたことはあるんやけども、うん、コーチングって聞くと、うん、なんか教えてもらえるんですかって言いたくなるよね。そうですよね、コーチングっていうと確かにそうやって、はい、何か教えてくれる仕事だというふうに思われる方がたくさんいるんですけども、うん、実はそうじゃないんですよっていうところもありまして、はいはい、じゃあコーチングっていうのがどんなことの方かっていうのをちょっとお話ししてみると、うんうん、はい、ちょっと想像してもらいたいんですけども、はいはい、見てる皆さんちょっともーもーもーと想像してみてください、はいはい、もしあなたに自分のことを自分以上に分かってくれる人がいたら、うん、もしあなたにあなたが自分を信じられない時、うん、あなた以上に信じてくれる人がいたら、うん、もしあなたにあなたの存在をあなた以上に認めてくれる人がいたら、うん、もしあなたにあなたの夢や願望をあなた以上に信じてくれる人がいたら、もしあなたにあなたの話す言葉や裏や行間も汲み取ってくれながら話を聞いてくれる人がいたら、もしあなたにあなたの意見を評価したり批判することなく聞き入れ、感情に寄り添い受け入れてくれる人がいたら、もしあなたの困っている問題をいろんな角度から解決案を一緒に探してくれる人がいたら、うんうんうん、こういう人がコーチングをしてるコーチ、うん、そうですね、はい、関谷さん、うん、なんだかこう誘導してくれたり、うん、カウンセリングしてくれるのかなと思いきや、うん、寄り添ってくれて、そうだね、信じてくれる、うんうんうん、自分以上に信じてくれる人が、うん、自分以上に自分のこと分かってくれて、はい、そうですね、そんな人がいるのって思うんですが、うん、はい、コーチングをするコーチというのはそういう人なんですね。そうですね、はい、実際にそんな人がいたら、うん、すごくこう頼りじゃないですね、頼りになるというか、はい、安心するっていう感じのイメージですよ ね、関谷さん、一緒に動いてくれる、うん、そうですね、はい、なるほどな、家族以外にそういう方がいるととても心強いんですけれども、うん、はい、コーチング、まあ、1対1でしていくのが基本ですから、はい、そうですね、うん、はい、実際にどういうふうな話をしながら、うん、こうコーチングって進んでいくんですか、はい、そうですね、コーチングのたった一つ その寄り添い方、はい、どのスクールでも言っていることの一つがですね、答えはその人の中にあるっていうことに基づいて、いろんな角度からその人の出したい答え、うん、本当のやりたいことっていうのを、うん、いろんな角度から質問したり、はい、いろんな、うん、カードを使ったりとか、はい、いろんなものを使ってその人の中の答えを一緒に考えていくっていうことをやっていく一緒です。その人の中から吸い出すみたいなものね。そうですね、あったことに気づいた、はい、気づくみたいな感じなのでしょうか、はい、そうですね、どうしても今っていろんなこうセミナーがあったり、うんうん、いろんなこう心の勉強があって、うんうん、どうしても答えをみんな外に探しに行きがちじゃないですか、うんうん、でも本当に大事なものとか、うん、本当に気づくべきことは自分の中に隠れていたり、うんうん、早く見つけてってやっぱ、ま、うん、待ってくれてるのかな、うんうん、そうですね、へえ、それに気づいた時はすごくね、みんないつも目の前で見るんですけども、はい、ああっていう気づきの顔を言い出されているので、これだったんだっていうような答えに、その瞬間に寄り添えるのが本当に楽しい仕事なんですね、はい、へで実際にこれだっていうのが見つかるじゃないですか、うん、はい、でも見つかったっていうのは原石みたいなもので、うんうん、やりたい、これをやりたいっていうのが見つかったら、はい、そこからどうやってこう磨いていったらいいんですか。そうですね、実際にそれを、うん、出てきた時にどう行動していいかっていうのがやっぱりわからない人もたくさんいるので、うん、最初の一歩やね、そうですね、うんうん、はい、その一歩目に関しても本当にやりたくなるような行動っていうのを一緒に考えていきます、うんうん、はい、どうやったら楽しくできるか、うん、そうですね、っていうのを一緒に考えてくる、はいはい、これも提案するわけでもなく、うん、自分で考えてねっていうわけでもなく、はい、一緒にっていうのがポイントなんですか、うん、そうですね、もし私たちコンサルなんだ
とかだったら、あるうまくいく成功事例からこういうのがあるから絶対それをやりなさいよっていう提案に関してその人の有無を言わさず基本的には動きなさいよっていう状態を作っていくのかもしれないですけど、私たちはその人が本当にやりたくなる気持ちっていうのを尊重して、で実際に行動する場合はその本人の意思で行動するようにするということですね。そうですね。じゃあコーチングを受けていても教えてもらったから言われたからとかじゃなくて自主的に自発的に行動していくから自分に責任持てますよね。そうですね。はい。で実際、コーチングをされてる方っていうのもいろんな方がいらっしゃると思うんですが、はい、平野さんのクライアントさんにはどんな方が多いんですか？はい、そうですね、僕の応援したい人っていう言い方に変えさせていただくと、僕はあの家族と夢と両立をしたい人、はい、両立を叶えたい人っていう、人を応援したいっていうふうに思っています。ね、昔の人やったらこう、夢のためなら家族も捨ててみたいなのがあったけど、はいはいはい、そうじゃないんですね。そうですね。どうしてもやっぱり家族を犠牲にしたまま夢を叶えたところで、おそらくその人って幸せじゃないそうか。例えばお金はあるし、地位も名誉も確立されたけども、はい、一人ぼっちだったりとか、ね、家族には、はい、あんた自分勝手してと思われたりとか、本当の意味の満足感っていうのは、平野さんが思うに家族と夢が両立された時に満足感はあるんじゃないかっていうことですか？はい、じゃあ実際そういう方の応援をしていって、はい、どんな人をコーチングによって増やしたいと思いますか？そうですね、やっぱり家族を大切にしたい、大切にしたいけどできないっていう人ももちろん含んでくるんですけども、その前提の中でそれでもやっぱり夢を叶えたいと思ってる人っていうのを、私はすごく応援したいと思ってますね。夢を大切にしたいけど家族も大事にしたい、まあ、それって欲張りなようで、人間として基本的な根源みたいなところで求めていいものですよね。はい、これからもたくさんの夢や家族を応援してくださる、はい、そんな平野渉さんのラジオは5月4日11日、関谷和夫のクローズアッププロジェクトの中でお送りしていきます、はい、では皆さん聞いてくださいね。ありがとうございました。ありがとうございます。